日お泊まりするっていうことで、いっぱいお外でたくさんエッチしたいと思います。頑張るぞ。おー。最近こういう、なんだろう、せめていっぱいエッチする系のやつ流行ってるのを見たことはあるんですけど、なんせ人見知りなので、1対1でちゃんと話せるか不安です。頑張りたいです。緊張してきた。なんだかな。お部屋に一人が慣れてないので。小暮です。で、今日はすずさんとお会いできるということで、とても緊張しています。でもすごく嬉しいので、すごく楽しみです。すごいホテル街。ああ、緊張するな。ここが場所です。ああ、ドキドキしてきました。ここみたいです。来ました。こんにちは。はじめまして。小暮です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お邪魔します。よいしょ。あ、これ、はい。名前、下の名前がアツシなんで、あっくんとかやってる。
くん、はい、あくん、じゃあ、あくんです。よろしくお願いします。自分はすずさんでいいですか。あ、全然なんでも。あ、じゃあすずさんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あ。あ、手あったか。あ、俺は緊張して、ちょっと遊ばんなってごめんなさい。全然、汗ばむのはいいことですか。いいことです。いいこと、いいこと。よかった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してんな。静かだな。緊張し、静かです。普段は何してることが多いですか。何してること、お仕事、お休みの日とか趣味とか。お休みの時はあの喫茶店とかカフェ、喫茶店カフェをに行って一人でちょっとのんびり過ごすのが好きです。それはアウトドアなんですかね。アウトドア、アウトドアはあんまりできないんですけど、なんかまったりしたところでしてるのが好き。お茶してる。いいと思います。はい。すずさんはお休みの日何してるんですか。すずさんは、ね、でも最近は、はい、もうずっとなんだろう、動画見てる。怖いやつとか。怖いやつ。怖いやつ見てます。へ、お家でお布団にこもって。あ、怖いやつ。怖いですね。うん、ちょっと緊張緊張しますね。緊張しますね。あの、喉乾かないですか。喉乾きますね、緊張して。よかったら、あの、お酒とか飲みますか。19歳なんで、まだ19歳なんですか。誕生日が来てなくて。あ、あ、そっか、そっか、はい。お酒飲めうん、ああ、19歳。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。あの、若い人好きなんで。あ、ギリ合法。合法。合法。どういたしまして。すいません。すごいな。いや、ごめんなさい。ちょっと、ちょっと。あ、入っていく感じですか。あ、たぶん。あ、ちょっとしか開いてない。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。うん、うまい。おいしい。なんかあの緊張してお酒とかすごく飲みたかったんですけど、なんかオレンジジュースもなんかいい感じですね。オレンジジュースいいですよね。いい感じですね。すごいセクシーな感じですね。いい感じですか。はい、めちゃめちゃドキドキします。いいね。緊張しますね。めちゃくちゃ緊張しますね。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいです。恥ずかしいですね。いっぱい見られると。ああ。熱くなっちゃう。あ、すいません。うん、あっくんは、はい、性癖とかどういう感じですか。
性癖。性癖。はい。結構、女性に見られながら。女性に見られながら？フェラされたりとか、なんていうんですかね。責められるのが結構好きなの。こう好きなんだ、好きだ、好きです。好きです、好きです。とても見た目に出ていらっしゃいますね。あ、そうですか。M っぽい。あ、出てますか。どちらかといえば。あ、ね、ちょっと緊張したんで、先にチューしてもいいですか。チューですか。はい、ぜひ。緊張しちゃうから。チューしない？したいです。めっちゃムラムラしない？今、めちゃくちゃしたじゃないですか。めちゃくちゃムラムラしてるってこと？つまり。いや、さっきめちゃくちゃしたから。めちゃくちゃムラムラしてる。まだムラムラしてます。うん、だからチューして。チュー、うん、治んない。治んないですか。うん、どうしよう。治んないから、はい、もっとチューして。もっとチュー。はい。でもお腹空いたんだよね。お腹空きましたね、うん、いっぱい動いたから。やっぱ運動するとお腹空くよね、うんうん、え、コンビニ行こうよ。コンビニ、うん、行きますか。一緒に行こう。コンビニデートってことですか。コンビニデートする。いいんですか。したい。すずさんと。うん、したい。特別してあげるね。はい、よし、ご飯買いに行くぞ。はい、あう。おおう。よいしょ。ご飯、ご飯。オムライスとハヤシライスとカレーライス、どれがいい。オムライスとカレーライスかな。カレーライス、ね、カレーライスか。カレーのルーだけでいいかな。はい。ご飯。ご飯。コンビニ行くよ。メガネをつけたよ。めちゃくちゃ可愛いです。伊達なんです。伊達なんですね。ちょっとお揃いにしてみた。あ、メガネっ子。あ、そう、メガネっ子。あ、まだすくってますね。切り裂め。一緒に持とう。一緒に持ちます。共同作業。はい、初めての共同作業。あ、コンビニを発見しました。おすずたま。見えましたね。おすずちゃん、雨嫌いだから。嫌いなんですね。晴れ、あ、曇りが一番いい。はい。あなたとコンビニ。光飛びやば。見て、ほんと太い。ほんとだ。これ行きましょうよ。どぶとい。どぶといの好きなんですか。やっぱ太い方がいいよね。そうなんですか。うん。今日俺。そう、でも気になったけどさ。具が混ざってんのかな。混ざってるっぽいですね。
袋出せますか。お願いします、はい。お湯入れてこか。入れる係にする。じゃあ入れる係しますか、うん、これ持つのヘタッピだから。はい、私はいつもカップ麺をやや少なめのお湯の量で入れます。麺固めが好きなので。はい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 。やっぱ硬いのと太いのが一番だよね。それはなるほど。何事もカップ麺ゲット。カップ麺ゲットです。すずさんと食べます。一緒に食べます。なんか宝物持ってるちっちゃい子みたい。めちゃくちゃ可愛いです。大事に。すごい、なんか秘密基地みたい。ここも雨降ってない。映ってますか。映った。それ最高です。寒いであろう外のカップ麺。雨の中食べる。うん。撮ってます。うまい。美味しそうに食べますね。あおいしい。お腹空いてたので最高です。食べた感じでもシーフードかも。全然シーフードが強いですね。うん、です。温まりましたね。だいぶ完食食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ホテル戻りますか。帰ろう。あ、ここ雨だ。危ない。ぎゅう
今カレーとシーフード味が混ざった。あ、そうだ、カレーじゃない、味噌。味噌。味噌、味噌シーフード、魚介味噌味になったよ。魚介味噌味、あ、魚介味噌味。なかなか美味しそうですね。魚介味噌味、めっちゃ美味しかった。普通に家で食べるよりも美味しかった。あー、確かに。なんでしょうね。お外で食べたから。あと、すずさんと一緒だったから。嬉しい。じゃなんか帽子にメガネつけたらアトラクションのあれみたいな、とか言ってるもんね。わあ。はい。ありがとうございます。すっきましたね。いただきます。いただきます。うま、うん、おいしい。おいしい。どっちが美味しい？すずさんの美味しい。やった。違う？そうですか。美味しいぞ。美味しいのも食べたい。卵。うん。卵。うん、大きいよね、ちょっと。うん、大きいですね。これ飽きたな。うん、スーさん、そろそろ帰りましょうか。ああ、うん、そうだね。もう一回、うん、いや、もうあの時間過ぎちゃうんで。え、大丈夫。さすがにいっぱい運動しすぎたかな。
会えた。でも失敗して楽しかったな。